今回は前回にお伝えしたようにチャーハンスープのリクエストがあったので、タンメンの動画で紹介した鶏皮のスープと今回紹介する醤油だれを合わせて作ります。それだけだともったいないので、醤油だれを使ったチャーハンと醤油ラーメンの作り方も紹介します。この醤油だれは肉野菜レバニラなどの炒め物や中華丼のような旨煮などにも使えるので、覚えておくと便利です。材料も少なく時間も15分くらいあればできるので、お手軽に作れますよ。それでは作っていきましょう。まずは豚バラブロックを用意します。大体大きさによりますが半分ぐらいにカットして使います。分量としては 200g を用意します。それを細かくカットしていきます。肉を切るのが大変でしたら、お肉屋さんや精肉コーナーがあるスーパーで粗挽きにしてくださいとお願いすればやってくれると思います。ひき肉でもいいかと思うかもしれませんが、大きさが小さく油が少ないので無理です。バラ肉はスライスして並べ、それを細切りにしてから横にして細かくカットします。このようにカットできたら軽く塩コショウをしておきます。材料は豚バラ 200g、 青ネギ、人参の皮、玉ねぎの皮、キャベツの芯、セロリの葉、生姜の皮などを、普段料理をするときに出た野菜の皮を芯などを集めておけばいいです。汚れや農薬などが気になるなら、重曹を少量入れ水につけてから水洗いすれば OK です。だいたい分量的には 100g くらいを用意しました。醤油はどこでも買えるキッコーマン醤油を 200g です。ザラメを小さじ1用意します。フライパンに火をつけしばらく温めます。バラ肉から油が出るので、キッチンオイルはなしで大丈夫です。ある程度フライパンが温まったらバラ肉を入れ炒めていきます。ご家庭の火力に合わせて弱火にしました。バラ肉はフライパン全体に広げるようにして表面を焼くようにしていきます。家庭でも強火にしてできるならさらに短時間でできるのでおすすめです。今回は分かりやすいように弱火にして炒めます。弱火で作るときは絶対に鍋を振ったり持ち上げたりしないでください。フライパンの温度が下がり、肉から水分や旨味が流れ出てしまいます。ここからしばらく片面が焼けるまでじっくりと焼きます。お送りします。
表面に焼き色がついてきたら肉を裏返していきます。ここでも鍋を振ったりしないで箸などを使って優しく混ぜながら返していきます。また早くりします。豚バラ肉からたっぷりの油が出てきたのを確認します。このくらい肉が油に浸るくらいになってきたら醤油を入れます。ザラメも入れます。バラ肉の油だけでも甘みが出るので甘みを抑えたい方は入れなくていいです。次に野菜のくずを入れます。野菜は皮や芯などの部分に栄養や旨味が多くあるので出汁として使うのは効果的です。ここから火力をさらに弱めて煮ていきます。だいたい野菜を入れてから8分くらいを目安に煮ていきます。8分煮たら野菜を取り出します。また早送りします。野菜をざるに焼け、お玉などで押して残さず入れます。そうしたらすぐにこしていきます。そのまま肉を醤油に入れたまま冷やすと濃い味の肉がさらに濃くなってしまうので気をつけましょう。これで具と醤油だれに分けることができました。できたらすぐに両方の味見をしてみてください。味は濃いですがものすごく旨味が感じられます。この肉は後でチャーハンのチャーシューとして使います。チャーハンの材料を用意します。豚肉大さじ 1.5、 玉ねぎ大さじ1、生姜小さじ1、青ネギ大さじ1、ご飯250g、 卵1個、ネギ油小さじ1。今回は家庭でもできるように卓上コンロで作ります。フライパンをよく温め、油を大さじ1入れます。しっかりとフライパン全体に油を広げてなじませたら卵を流し入れます。卵を入れたらすぐにご飯を入れます。卵にご飯を押し付けるようにして薄く伸ばし炒めます。パンの塊に
ヘラを押し当てほぐしていきます。ここで下味として塩を少量入れ、ご飯の甘みや旨味を引き出していきます。ご飯がだいたいほぐれてきたら具材を入れていきます。肉と玉ねぎのみじん切り、生姜のみじん切りを入れます。醤油味のチャーハンなので生姜を薬味というよりは具材として入れると相性も良く、味にアクセントがつきます。さらに玉ねぎを入れることで多めの油を使っていてもさっぱりさせることができます。フライパンは浮かさずにそのまま上下に揺らすことで一定の温度を保ちながら炒めることができます。このくらいご飯のダマがなくなってきたら醤油ダレを大さじ 1.5 入れます。ラードの部分も1かけくらい入れて炒めます。醤油を入れたら全体に広がるように混ぜ合わせて炒めます。胡椒を入れるのを忘れました。ここで振りかけておきます。ここで彩りの青ネギを入れます。ネギ油を小さじ1入れます。なければごま油でもいいです。ネギ油を入れたら全体に香りが広がるように混ぜ合わせます。これで完成です。チャーハンを皿に盛り付けます。もう少しだけ彩りに青ネギをかけておきます。チャーハンスープを作ります。醤油ダレ 8g、 タレにあるラード 2g 入れます。あればネギ油とネギを少量入れます。ここで前回紹介した鶏皮のスープを温め、80から84cc 入れます。もし鶏皮スープを作るのが大変でしたら鶏ガラスープの素などを使ってもいいです。鶏皮スープの作り方は前回の動画、タンメンの作り方で紹介していますので、そちらを確認してください。この醤油ダレはベースがしっかりしているので、簡単にお湯を入れ、味の素を入れるとかでも、まあまあ美味しくなります。なので手間を省きたければ、化学調味料やスープの素を使ってもいいでしょう。
次は醤油ラーメンを作ります。醤油だれ 35g と醤油だれのラード 5g を丼に入れます。具は茹でて塩とごま油で和えたもやし 30g と煮た肉大さじ 1.5 を青ネギ、白ネギ適量です。白ネギは丼に入れておきます。あと中華麺1玉を用意して鶏皮スープ 400cc を温めておきます。中華麺は沸騰したお湯で表示時間茹でていき、温めたスープを丼に注ぎます。もちろん鶏皮スープがなければ鶏皮スープの素などをお湯に溶いて使うのもありです。麺が湯だったらよく湯切りして丼に入れます。具材を乗せていきます。具材はお好みで乗せてみてください。これで醤油ラーメンの完成です。最後にあればネギ油を小さじ1入れて香りをつけます。これで醤油ラーメンとチャーハンのセットができました。この醤油だれを作っておけば他の中華料理などにも使えて便利ですよ。レシピはブログにまとめて書いてあるのでそちらをご確認ください。今回はリクエストにあったチャーハンスープの作り方とチャーハン醤油ラーメンを紹介しました。前回紹介した鶏皮スープと醤油だれを使い自分なりにアレンジしてお好みのラーメンを作るのもいいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。